五ヶ瀬ハイランドスキー場は宮崎県五ヶ瀬町にあるスキー場。株式会社五ヶ瀬ハイランドが運営する日本最南端のスキー場である。九州山地の山階の一つである、高坂山など九州有数の鉱山地帯にある。熊本県と県境で接しており、スキー場を挟んだ反対側は同県の大和町緑川になる。 紅葉樹林の美しい樹氷が見られる隠れた名所とされる。南国宮崎といえども、高坂山の標高1600メートルを超える北斜面に位置するため、毎年12月上旬には滑走が可能となる。九州という土地柄、昔ながらのコアなスキーヤーが存在しないこともあり、来場客のほとんどが若いスノーボーダーである。ゲレンデはリフトを使えば、軽装でも、 標高1500メートル近くまで容易にアクセス可能である。一方、登山道も整備されているが、冬場の降雪が1メートル近くになることから、スノーシューと呼ばれる間敷により、登山道を歩くことになる。当初は九州に天然雪のスキー場はできないと言われたが、バブル景気の後押しもあり、過疎に悩む五稼町が1990年に開場させた。 しかしバブル崩壊、不便な交通事情というハンディは大きく、赤字が増加したことから1998年、町による直営を断念し、地元企業の運海酒造が50%出資した大、3セクター、株式会社ごカセハイランドを設立。その後は、経営が好転し2004年には累積赤字を一掃させることに成功した。2004年台風16号による、 土砂災害により交通網が寸断したことから、同年冬のシーズンは営業を断念したが、道路の仮復旧に伴い翌シーズンには営業を再開している。2002年、スノーボードの滑走を全面解禁している。2013シーズンに放映したテレビ CM は映像表現の過激さもあって話題になったが、一部の放送局では放送時間帯を制限するなどの措置も取られた。 2014シーズンは、昨シーズンの反省という自虐的なギャグも盛り込みつつドラマ仕立ての内容となり、藤田かなが出演する CM を翌年以降も継続的に制作している。熊本県山和町場三原から五ヶ瀬町安岡を通る国道265号が主要道路である。スキー場の近くまで町道が整備されている。ありがとうございます。